夜勤事件 The Convenience Store。 どう？これキョンタロウの動画を見てくれてる人ならわかると思うんだけど、ついにね、僕初めての PC ゲームをねやってみてるんだけど、操作とか大丈夫かなと思って、なんか少しね、おぼつかないところがあるかもしれないんですけど、まあ、そこはね甘い目で見てください。てんてんてん、もう時間か、準備しなきゃ。 WASD で動作。おお、はい、これね、オプションがエスケープとアクションが、ああ、は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 いは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 い、ああ、びっくりした、よく寝た聞こえた今、声優さんちょっと、もう真っ暗だよねあの声がやばくない？今何時？11時35分。あのね、あ、そうそうそう。大変申し訳ないんだけど、僕マジで、パソコンでの、その、配信の環境が整ってないから、音とか、画質とか、いろいろフレームレートとか、いろいろそんなに良くないかもしれんが、そこも甘く見てほしい。もう全部甘く見てほしい、俺の動画。懐中電灯を持っていかないと危ないよね。お前どこ行くのこれから。ここが開くわけではない。ここか、あ、開いたね。懐中電灯、まあ、キッチンにはないか。ここにはなさそうだね。懐中電灯かこれちょっとお前これ、どういうこと、実家これ。ああ、実家なのこれ。汚いね。実家だろうが一人暮らしだろうが汚いよこれ。あ、これじゃない？懐中電灯拾う？おお、あ、明るい、だいぶ明るくなってる。あ、ここは？ノットアップ。この先も特に何かがあるわけではないと。そう。で、なんで PC ゲームをね、やろうかなと思ったら、このなんか、ご準備しないと。食べる、着替える、懐中電灯を持つ。ご準備しないと。なるほど。まだ懐中電灯しかクリアしてないよということですね。なんか久しぶりになんかホラーゲームやろうかなと思って、ネットとか YouTube 見てたら、まあ、僕の好きなゲーム実況者の吉生さん、吉生っているんだけど、吉生さんね。その人が、なんだっけな、あ、吉生さんじゃないかな、ポッキーさんかな、聞かようか。なんか、これに似たようなやつやってたのよ。最近出たやつ。病院のやつかな、病院じゃねえか。やってて、あ、でもこれパソコンでしかできないんだと思って、調べてたら、今ちょうどセール来てたんだよね。で、このコンビニのやつ、深夜バイトのコンビニのやつを200円くらいで買って、200円ならね、つまんなくても配信つか、動画失敗しても。ご飯どこ冷蔵庫とか入ってんじゃないの、電子レンジやろうかなと思って始めたんだけど、食べ物がないんだが。ああ、あった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 。なにこれ、食べる、食べようか。冷蔵庫閉めようね、ちゃんとね。電子レンジかな、これ電子レンジに入れろっていう意味で手に持ってんのか、そういうことか。ちゃんとリアルな音だな、電子レンジの音ね。くらいあるんだろうね。あ、コンビニの電子レンジじゃないから2分くらいか。お弁当タイプだったら1分半とかかな。
結構壊れてますね、これ。あ、来た。取り出して食べる。はい。食べて。ね、深夜バイト前は、ご飯食べないとね。よし、これじゃあ、出発できるのかな？おお、うわ、ちょ。歩くの遅こいつ。どっちだろうね。っていうか、こういう家に住んでたんだ。まあ、一戸建てだとは思ったけど。見た目、外観はね、そんなに汚くないけど、中身が築200年だわ。コンビニどここれ。今のところホラー要素はないですね。どうやって行くんだろう。みんなここ家ボロボロだな。限界じゃない？限界町村に住んでんじゃないこれ。ん？ここじゃんっていうか、確かにね、この暗がりだったら懐中電灯必要だわ。俺普段の日常生活で懐中電灯なんて使ったことねえよ。あそこっぽくない？あ、ここで降りるっぽいね。あ、違ったね。今見たら、シフトで走れるっぽい。え？いや、走れないんだが？走ってるかはないけど、確かに移動速度上がってはいるわ。それを使ってこう。あ、ここか。あ、ここだ、ここだ。コンビニどこ？マップとかないわけ。あ、こっちではなさそうだね。あ、でも行けるね、一応。あそこ通っていくんじゃない？この暗がりを、そしてこの明らかに通り道じゃないような茂みを通って通勤していく。あったあった。おお、めっちゃぽつりと、なんか田舎のコンビニって感じじゃない？ここか。なんか人いる。酔っ払いかな？わしゃ、ここで何があったか知っている。夢でお前ら全員に忠告しろと言われたんじゃ。誰からかは言えねえけどな。俺はその裁きの日を待ってる。ひゃー！ What？ 夏のキャンペーン、あ、夏なんだね。もう、そっか、夏服だったもんね、あのおじさん。おはようございます。あ、僕ちょっとコンビニ、おここまでたどり着けたか。え？君知らないの？最近ここら辺に住んでいる男がつい最近さっき君が渡ってきた橋で自殺したらしいよ。ちょ待って、最近ここら辺に住んでいる男が、なんか、例えあのおじさんにしようか、仮定。あのおじさんがつい最近さっき君が渡ってきた橋で自殺したらしいよ。え？あ、じゃああのおじさんがさっきあの橋で自殺したってこと？さっき会ったババアが言ってたぞ。両足が逆曲がりに折れてて、見るに耐えなかったそうだ。ああ、怖い怖い。君も気をつけた方がいいよ。全部嘘だけどね。ファッキュー！え？ちょ、シフト変わりましたよ。え？あ、変わってくれるの？全然。全然。いいんですけど。お、なにこれ。あ、こっち入んないといけないと。あ、従業員通路は入るよ。入るよ。ちゃんと仕事しに来てるからね。顔、ちょっと妙に実写じゃん。
何待ってる？早く出勤してくれよ。あ、はい、はい、すいません。それはすいませんだわ。シンプルにすいませんだわ。防犯カメラ、出勤せずに防犯カメラを見ていく。 A、 あ、なるほど、 A と D で、さっきの実写店員出勤してる？どこにも映ってねえけど。あ、これで視点はある程度変えられるんだ。まあごめん、ちゃんと出勤するわ。じゃあこれ何？え？これ何？閉めるわ、とりあえず。あいつに見られてるなんか嫌だから。防犯カメラはいいんだって。もうあれ、妙にパソコン新型じゃね？てかどこに繋がっとるんこれ。懐中電灯は F で、そうだよ、さすがにいらねえわんな。てか懐中電灯は、あ、夜にはいくつかの売れ残りの賞味期限が近くなっていると思う。誰か確認してくれないか、マネージャー。あ、はいはいはい。じゃ出勤どうするんですか？あ、やべ、12時、多分12時入りだよね、この人。マジで出勤どうやるんだ。ちょ、え？これだと思ったんだけど、これじゃないの？これじゃない？あ、違うね。なんか出ちゃったけど。ちょっと待って、出勤できるんだけど。これは、あ、なんか綺麗。美男美女が。今は見れないと。トイレは関係ないよね。脳筋パンダだもんね。はい。何が脳筋パンダなんだろう。はい、ではないけど。ここは？あ、ここは、あ、こうなってるんだ、コンビニの裏って。へぇー。ちょ、コンビニでバイトしたことないから、知らなかったけど。ちょ、とりあえず出勤したいんだか、マジで。あ、これね。これがそうなんだ。がタイムカードと。で、はい、出勤しましょう。あ、ああ、おおおおおお、お前、挨拶くらいしてけ、お前。お疲れしたー。あんなに顔作り込んであるのかわかんないけど。賞味期限切れを確認じゃしてくればいいわけね。あの人もう一回出てきそうだけどな。賞味期限切れか。ちょ、まずでも雑誌読ませてくんねえかな。アスティン・リーのは見てしまう。まあ、好みがあるわけね。え、誰か来た？出世。おう、何買うの？ちょ、賞味期限切れあるかもしんないからさ。サンキューさんの一押しラーメンらしい。この棚は大丈夫そうだ。賞味期限切れの商品があるようだ。おろそうか。あ、これ、あ、一個ずつ持っていく感じか。で、何？どっか裏に置くってこと？あ、ここら辺に捨てればいい？ここでいいのかわからないけど、まあお客さんが食べるより全然いいよな。期限切れ、あ、待って、なんか買う？あ、買うのね。はい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 。出世。はいはい。商品は？これ？
ありがとうございます。またお越しくださいませ。おお、このなんか声の感じはインディーズ感出てるわ。この辺は？この棚は大丈夫。この棚も大丈夫。この棚も大丈夫。大丈夫。わあ、そこだけ？今誰か来た？来てないか。飲み物は？ラブベリアム人参ジュース。私最近これしか飲んでないな。すごくおすすめ。お茶も飲め、お茶も。お茶もすごくおすすめだぞ。うわ、あれだね。ポテトチップ。え、これすごくね、味のこだわり結構あるね。ノーチキンマヨ、青のり、薄塩梅。ノーチキンマヨって何？シーチキンじゃない。ノーチキン。チキン使ってない？え、それただのマヨネーズじゃん。マヨネーズ、え？マヨネーズ味ってこと？まあ、シンプルに美味しそうだけどね。賞味期限切れはなさそうだな。あれ？お客さんいる？え？お、ちょっとホラー出てきたぞ。壊れた？夜勤時給1300円。これ見てやらないわけにはいかなかった。ん？あ、いた。あのおじさんまだおるんか？両足グネってなってるってやつ？食い物よこせ。あ、じゃあ、あの、期限切れあげるよ。さっきの、あ、これおにぎりかな多分。いそうだよね、コンビニの。なんかその、どうせ捨てるんだったら俺にくれよ、みたいな。まあ、正直わかるよ、その気持ち。これでどう？まあ、足。お前じゃ自殺じゃねえのか。そりゃそうか。ついていくことはできないと。まあなんかちょっとした人助けした感じするね。さっきのさ、誰もいないのにさ、自動ドア開いたのちょっとビビるね。トイレ掃除でもする？開けっぱなしじゃん。あ、来た。あ、自動トイレか。説得力しかないポスター。これで綺麗に使ってくれるはず。いつも綺麗に使っていただきありがとうございます。脳筋パンダ、そんなに説得力しかないかな。あー、なんかでもこの地面の擦り傷がちょっとっぽいよね。品出しも大丈夫そう？大丈夫か。はいはいはい。ここは？あ、ここはゴミ捨て場につながるわけね。ここからじゃ裏からゴミを捨てていくわけだ。何？なんかありそうだけど。ん？まだ取れないってこと？こう何かありそうだけどね。工事中。キープアウトか。何作ってんのここに工事。ん？まだ賞味期限があるか？あったわ！まだあったわ。あった。これ食べ物どうしよう。捨てる？あ、あれじゃ、分かった。これをゴミ捨て場に捨てるんだ。本当はあのおじさんにあげるんじゃなくて捨てるべきなのか。
やっぱりそうか。だからさっき何もアクションが起きなかったわけね。OK、捨てました。これでじゃあ、マネージャーからのミッションは、コンプリートですね。じゃああの手紙になんか続きとかないかな。これもやっといてよ、みたいな。あ！配達？お前怖い！なんか、爆弾とか入ってない？大丈夫？配達業にしてはかなり夜遅いですよね。最近夜遅くまで空いているコンビニには特別に配達を行うシステムができたんですよね。おっと、この配達物もこのコンビニ直接の受け取りになっているようですね。あれ？乗ってる名前と君のネームプレートと同じようですね。俺宛てってことか。君直接のお渡しとなります。ねえ。え？はい。家に持ち帰る？持ち帰らないとでも始まんなそうだけどね。俺ならここで開けるけどね。なに？これ、家？あ、びっくりした。どこ？変えちゃう。あれ？これ。タイムリープした？あ！なんかある。え、なにこれ？カセットテープか。テレビで見るってこと？あ、見た！お、急に音大きい。え？お弁当は？え、どうしようどうしよう。急にホラー目が出てきた。何が流れてくる？自力禁止。え？あれ？あのコンビニのとこ？とりあえず電子レンジ閉めたいんだけど。閉まん。じゃあ、もう一回出勤する？待った！懐中電灯がない。あ、懐中電灯ないとあんなに真っ暗なのか。あ、びっくりした！